あ、どうもお疲れ様です。結構はかどってますよね。なんかもうみんなのんびりと撮りたい方だ。のんびりと撮りたい方だ。人数多いから、ね、まあ、みんなここら辺ゆっくり進んで。あ、そうですか。リーダーさん助かりました。ありがとうございました。結構、あ、お疲れ様です。初めまして。あ、初めましてですね。それは全然しないですね。どっちで。わ、なんかいいカメラお持ちで。一番カメラ多かった。あ、あの手荷物検査あれ大変ですね。入るときね。おお、いいカメラ持ってる。ああ。これは こうやっていいですか。こうやったら。ほうほうほう。お。もう早くもすれがありますけど大丈夫ですか。大丈夫です。これ使ってるんで。使ってるね。いいな。とちさんは関東じゃないんですもんね。僕岡山です。岡山ですか、はい、結構関東にいらっしゃる感じはなんですか。そうですね、年に 2,3 回は来て、今回はちょっと長いので昨日一昨日から来て2週間です。あ、仕事の関係もあって。なるほどなるほど。企画してもらってありがとうございます今日は。いえいえ、僕が来るタイミングだった。皇居初めて僕来たんですけど結構のどかですね。そうなんですよね、結構思ったよりひどい。うん、ちょっと僕は撮ってこようかな。ちょっとチラチラ散歩していきます。すいません。よし、ピーターさんの息子さんですよね。そうです。こんにちは。あ、ナクさん、よろしくお願いします。それカメラよかったら紹介してください。先週買ったんですけど自分で初めてのカメラで ZFC2 個も買わせてもらいました。おう、素晴らしい。デザイン気に入ってて、シルバーの、なんかシルバーとか他にも結構色あって、でも自分これに一目惚れしちゃってもうこれ買わせてもらいました。なんか結構デザイン可愛くて、女子受けとかも結構いいんですよ、学校の中で。なんですごいこれにしたかったの。いやでもかっこいいですね。オールドスタイルですごくかっこいい。これの M11 でしたっけ。 M11 もなんかこういう見た目ですごいかっこいいなと思って。あーはーはー、ちょっと値段飛びすぎて買えないんですけど ZFC の方ちょっと使っていきたいな。うん、あーいいですね。 M11 ですってピーターさん。将来難しそうですね、うん、すごいなんかさっきファインダーちょっと見たんですけど自分で合わせた。触らせてもらったの。触らせてもらってないけど見てさ、オートフォーカスちゃんとついてないと全然撮れないですね。あ、しかもダイヤルがね、軍カムリいっぱいついてるやつですからね、撮りやすいですよね。ポーズの勉強し始めてからなんかすごい撮るの逆にプレッシャーとか難易度ちょっと上がっちゃって自分なんかハードルが上がる。どうしようかなみたいな。そのなんかちょっと数値当たるで前まで撮ってたんですけど、なんか今はすごい構図気にしてると意外となんかシャッター押すのダメだったりとか。そうそう、なんかいろいろ慣れてたくさん撮っていきたい。とりあえずは望遠カメラ。なるほどね。そのアップオスモアクションを最初はあれなんですよ、そのまま大丈夫だって。あ、ええ、大丈夫なはずじゃないですか。大丈夫ですよね、水没して。ええー、割とさい、あの旅行の最初の頃だったんで、はい、注文して、はい、あのハワイのホテルに届けさせて、新しいハウジングも買って、それであのウミガメが取れました。あ、そうですか。ワイキキビーチもそんなに離れてない、ウミガメ。ウミガメ、あ、いいですね。あれですよね、サントさんは今これは Q3 ですか。はい。あ、そうかそうか。で、Q2 を健太さんに貸して。そうです。なるほどなるほど。なんかあれですね、もう自分のもののように使ってますもんね。せっかくだ、使い方がいらっしゃるならね、使っていただければと思います。あれなら、まあ、パッドで手を挙げていただければ。そんなめそもないですよ。僕は誰でも結構。
健太さんに怒られちゃいます。なんかすごいカメラがですね。おじい様の二眼カメラ。ああ。亡きおじい様。あ、亡きおじい様の。内藤さんはそれフィルムでも結構撮るんですか？いや、もう最近です。ちょっと前に実家帰った時にこれ出てきて、最近今年これ買ったからフィルムを撮ってみようかなって。へえ。ちょっとじゃあ内藤さんそれ紹介してもらってもいいですか、カメラ。これはそうですね、私の祖父が使っていたと聞いているヤシカでいいんですかね、ヤシカフレックスの二眼カメラです。で多分数十年ぶりぐらいに多分フィルムを入れて動かしているはずです。いや楽しみですね、どういう写真が今後撮られていくのか。それでそうですね、現像するのも3、4日ぐらいかかるんで。あ、そうなんですか。ちょっとお手軽に撮ってすぐ確認っていうのはできない感じ。できない感じ。まあ、それがまたいいっちゃいいんですけど。じゃあ今日はこの後発表できないですね。これは発表できない。できないですね。デジタルじゃないですからね。わかりました。ありがとうございます。一番の問題は今巻いたか巻いてないか覚えとかないと。いくらでも巻けるんです。重ね撮りになっちゃう。ああ。巻きってなの？らない。カチッてやります、ね、なるんですけど巻くの忘れてもう一回撮ると上から撮っちゃうんで、撮るシャッターが折れちゃうんですね。折れちゃうんです。だから今どっちだっけの状態です。あ、今どっちだっけな。分損してでも寝たことが。すごい。わ。さあ。映像のカメラマンみたいな。なんかね、周りから見たらなんか有名人がいるの。出待ちされてます。いやいや、ユーチューバー、そう、バルシャークさんとピーターさんがいるから。どうしたらやっぱりカメラ悪い顔選手。確かに。本当だ。あ、お疲れ様でした。また今度行きましょう、上村食堂。入らないです。じゃあ僕は外です。タイミング逃す問題があるんです。 OVF で画角決めて EVF で
あのフォーカスダイヤルで合わせに行った場所の焦点を合わせにしてで最後に撮るわけなんですけど、その最後に半押しして撮るまでの間に切り替わりなどが発生してラグが出たりするので、まあ、タイミング逃したくなかったらハイブリッドでやるっていう ERF の機構が多分めちゃくちゃいいと思うんです、まあ、関係なく例えばもうガンガン大量に撮ってやったら話変わってくるんですけど、まあ、あのそういうスピード感ですね、簡単に言えばシャッターチャンスを、まあ、だからシャッターを切る回数をいかに増やすかみたいなところで ERF はすごくいい機構だと思います。東京ってどこでしプレゼント？じゃあ今日返したのでいいよ。でいいよ。返しでね、無料でいいですよ、ね。もう出た二人ね。それ僕が別でサンプルです。これでいい。いや、あ、覗いてしまった。覗いてしまった。18歳で。たくさんのレッジファイターを触らせてもらっても。あ、確かに指紋つけて。